はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。はい、今回の FFA チャンネルはですね、非常招集について、お話ししていきたいなと思います。でね、この動画見てくれてる人の中で非常招集っていう言葉聞いたことある人いますか？どれくらいいるかちょっと分かんないんですけども、多分ね、そんなにはいないのかなって思うんですよね。はい、で、まあ、俺知ってるよっていう方がいれば、ぜひコメント欄の方に書いてほしいんですけども、この動画を見てくれてる人は、まあ、消防士になりたい人ね、これからなりたい人であったり、今後、まあ、例えば4月から消防学校行く人であったり、あとは、まあ、消防に単純に興味がある人から見てくれてると思うんですけども、この動画をしっかり見てもらえれば、非常招集っていうのがどういうものか、分かるかなと思いますので、ぜひ、見てくださいということで、実際に、ちょっと非常招集の話をしていくんですけども、最初にね、僕の父親が消防士やってたっていう話を前の動画、前回ぐらいでだいぶ前にやったと思うんですけども、映画みたいになっちゃってるそうです、全然ぐらいだったんですけど、僕が子供の頃ですね、父親が消防士として働いてて、やっぱりこう非常招集というか、家にいるのになんか電話かかってきて、はい、こう行っちゃうみたいな、子供ながらにね、そうなんとなんかよく分かってないですよ、その時は全然分かってないですけど、今になってあれは非常招集だったなと思うんですけど、内容もねちゃんと聞いてはなかったんですが、なんかどこどこで山火事が起こってるみたいな、山火事ってなると規模が大きいじゃないですか、大きい、そうだから人手がいるから電話で呼ばれて、休みの日でも行ってたんだ、非番か休みの日かちょっと忘れたんですけど、まあ、とりあえず電話来て家にいた時は車で行ってたみたいな感じでした。で、菊島さんもね、この前まで消防で働いてたと思うんですけど、どんな感じでした、非常招集って？そうですね、やっぱり、最近だとね、こう台風、大きな台風が来たりとか、火災が長引いてるとか、で、僕がいた所っていうのは、まあ、車両がちょっと多めにあったので、その日当務してる人たちが、まあ、火災で、まあ、建物火災だったら救急車も出るし、普通にね、救急車、ポンプ車って出てくるじゃないですか。でも署には余ってる車両があると、じゃあそれを運用できるように招集されるんですよ、ね、ほう、なるほど、はい、それは非番の人ですか？それは非番の方ですね。非番の方ですね、なるほど。非番の人を呼べない時はもうしょうがなく、普通に休みの人にも電話するという形を取ってたんですけれど、なるほど。それでじゃあ頻度的には結構あったんですか？そうですね、もうだから署にみんないなくなっちゃうような、本当に災害が起きちゃったら呼ぶっていう形でした。年に何回ぐらいありました？年に、そうですね、でもちょくちょく来てましたね。月 1,2 回結構ありますね。だから月1回は絶対あったと思うんだよ、そういうことは、ね。でもそれ毎回自分が呼ばれてるってわけじゃないんですけど。あ、なるほどなるほど、そういうことですね。ああ、仮にまあ非番、自分が非番だった時にはやっぱ電話かかってくると思うんですけど、そういう時お酒とか飲んでたらどうしてたんですか？だから夜とかにかかってきちゃう時は、すいません飲んじゃってますって言うしかないですよね。言うしかないですよね。あ、だからもうそういう時は家で待機。ただ、まあ、それはさ、火災の時とかは、まあ、いきなり夜火災が起きた、で招集です、来れますか、すいませんちょっとお酒飲んじゃってますっていうのはまあ許されますけど、組織全体の職員に、メールで、例えば台風が来てますと、はい、ありました、それはありました、ね、そしたらもうその時は、もう、あ、招集される可能性があるな、っていうことで飲めない、当たり前ですけど、それは当たり前ですね、飲めないじゃない、飲まない、飲んだらダメですね、ダメです、それはですね、じゃあもう非常招集の経験もそれなりにある、あるし、もう組織的にも月1ぐらいでは全然あるよっていうところだったんですね。月1ぐらいでありましたね。実はね、僕ね、東京と地方って2カ所いたんですけど、非常招集行ったのは1回だけなんですよ。あ、そうなんですか？1回だけなんですよ。へー。めっちゃ少なくて、で、東京にいた時は0だったんですよ。はい。でも、毎年冬、確か12月に非常招集の訓練、3週訓練って言ってたかな、ってのがあるんですよ。それに行くんですよ。で、その時、僕は、前お話しした畳がボッコボコの単身寮に住んでたんですよね。4畳の。そう、4畳半です。4畳半、はい、ちょっと広いんですけど4畳半に住んでたんですけど、あそこ住んでて、大体ね、その、緊急連絡網で、電話がかかってくるんですよね。それがかかってくるのが何時だったかな、まあ、5時40分とかかな、ちょっと忘れたんですけど、それぐらいにかかってきて、まあ
自分の働いてる署に行くんですよ、自転車で。自転車で全員自転車。あ、そうだよね。そう、全員自転車で行くんですよ。で、ただね、まあまあ遠かったんで、自転車でも、まあ、1時間は確実にかかってたんですよ。だから電話がかかってから行くんじゃなくて、電話で、電話じゃない、自転車でもう行っておくんですよ、ある程度、うん、で途中で電話を受けて、あ、わかりました、今から行きますって言って、でもう一回署にちゃんとストレートに行くみたいな感じですよ。到着して、そうそうそう、で、なんか書いて、でみんな集まったらなんか解散みたいな感じの流れだったと思います。僕たちも年1回ありましたね。僕たちは確かに自転、その大災害が起きて、うん、の想定ですよね。そうです、そうです、はい。で、まあ、大災害が起きたっていうことは、まあ、交通渋滞とか、うんうん、あるから自転車でっていうことですよね。そう、渋滞と、あと東京の前だったら電車が使えないっていう想定で自転車で行くことになってました。で、僕さっき自分の働いてた署に行ったって言ったんですけど、それはまあ近かったからそうなったんですよね、うん。で、僕が家族寮にいた時、家族寮にいた時はそこから近い署にいてたんですよ。はいはいはい。で、僕が参集したのはどこだったかな、青梅っていうのがあるんですけど、はい、東京 のちょっと、山寄りの方にあるんですけど、はい、そういった形で自分が働いていない署に参集することもあるんですね。まあ訓練だったんですけど、近いところってことですか。そう自分の所属している署じゃなくて、署ではなくて、そう近いところに行くっていうのもあったんで、まあ、ちょっと東京消防庁行く人はそういうのもあるよっていうのを覚えてほしいかなと思います。それでじゃあ次に地方の非常招集の話をするんですけど、はい、訓練は、はいの返事めっちゃいいです。でしょ地方の非常招集の話なんですけど、訓練は東京と同じように12月ですねにあるんですよ。それもいつやるかっていうのはちゃんと言われてはないんですけど、だいたいこの日だろうなみたいな。わかります。もう前日になったら、あ、明日あるよみたいな、なんか言ってくれる感じなんですけど、そういうのがあって、同じように、まあ、電話が来て自転車で行くっていう感じなんですよ。で、僕がちょっと最初に失敗したのがあったんですよ。で、電話来るじゃないですか。そしたら、まあ、すぐ行けばいいんですけど、まあ、東京の時と比べて、まあ、距離的にだいぶ近くなってるんですよ、うんうん、20分ぐらいで行けるんですよ、うん、だから、まあ、ちょっとゆっくり行っても大丈夫だろうと思ったんですよ、うん。まあ、もっと遠い人、1時間以上かかる人もいたんで、まあ、僕20分だしそんな急がなくていいだろうと思って、電話かかってきて優雅に朝ごはんを食べてから行ったんですよ。そしたら途中で電話かかってきてて、うん、でももうすぐ着く頃だったんで、まあ、出ずにそのまま行ったんですよ。で、別に怒られたわけじゃないんですけど、うん、お前ちょっと遅かったなみたいな言われて、まあ、朝飯食ってきたろって言われて、食ってないです。怒られろ。今からでも。ああ、そっかみたいな。まあ多分バレてるんですけど、まあ初めての非常招集の訓練だったし、まあ多めに見てもらえたんでしょうけど、そういうのもあったんで、まあちゃんとどういうものか、どういう動きをしないといけないかっていうのをみんなちゃんと知っておくべきかなと思います。僕もちゃんとそれ知らなかったっていうか聞かなかったんですよね。だから分かんなかった。優雅に朝ごはんを食べて行っちゃったんで。非常招集って地震の時もあれば台風の時もあって、僕らのところは地震だと震度5弱で自主的に来てくださいっていうのがあるんですよ。だからその災害の種別によってもそこ変わってくるし、うん、5強だったり5弱だったり所属によってちょっと変わってくるので、そのあたりも皆さんちゃんと確認というかチェックしておいてほしいなと思います。それでですよ、僕が、1回だけ非常招集で行ったことがあるんですよ。それが台風だったんですよね。台風で、僕の地元は四国なんですけど、四国って結構台風上陸するんですよ、うん、上陸するんで、まあ慣れてるっちゃ慣れてるんですよ。でも近畿、うん、近畿圏って大体今までそれてきたらしいんですよ、台風って。なるほど。ちょっともう進路的に、あ、来そうだなってなってもこうそれていくみたいなが多かったらしいんですよ。でもその時はもう直撃するっての分かってたんで、まあ、さっき言ってくれたように、あ、これは多分非常招集かかるぞって分かってたんですよ。だから、まあ、準備してたんですよ。そしたら案の定、午後3時ぐらい、夕方3時ぐらいに電話かかってきて、来いってなって行くんですよね。で、僕自転車通勤だったからチャリ乗って行ったんですけど、初めてですよ、台風の中をチャリで進むっていうのは初めての経験だったんですよ。今までやっぱり台風ってなったら家の中にいるわけじゃないですか、危ないから、ね、もうそれが当たり前なんですよ。絶対外に出ないと当たり前なんですけど、まあ、消防士になって、非常招集で自転車に乗って、
行きますと、いつも乗って自転車であれで行ったんですけど、風えぐいなと思って、本当に、まあ、当たり前なんですけど、あの僕の速いチャリあるじゃないですか、前に進まないんですよ本当に前に進まないし、あと風も強いんですけど雨も強かったんですよ。でカッパ着て行ったんですけど、雨が痛いんですよ、顔にバッチバチ当たるんですよ。でプラスいろんなものが飛んでくるんですよ、転がってるし飛んでるし、でこんだけ台風って危ないんだなってなって、で、署に着きましたと。で、署に着いたらやっぱりもうね、大忙し。で、何が多いかっていうと、事案的にはやっぱりなんか飛びそうとか、木が倒れそう、家のアンテナが飛びそう、そういうので119して来られるんですよね。やっぱり呼ばれたからには行くんですよ。だから僕らも、非常招集で参集した組は、まあ、予備の車両とか、あとは、まあ帰ってきた人と交代して行って、いろんなロープ使ってとりあえずそれ固定するとかばっかりしてたんですよ、ばっかり。でそれが、一回も出動しちゃったらなかなか帰ってこれないんですよ、次から次へと、そうそう、次から次へと帰って途中にまたかかってみたいな繰り返してて、多分10件ぐらい連続でかかってやっと帰れるってなった後に、今までそういう固定ばっかりしてたんですけど、急に火災指令が入ったんですよ。マジかって、そう、台風の日に、マジかと思って。でその非常招集で来た人だけで編成を組んでるんで、普段一緒に仕事してない人もいたわけですよ、でもたまたま、3人は一緒だったんですよ。小隊長もいつもと小隊長だったし、機関員はいつもは救急の機関員をしてる人だったんですよ、はいはい。でも、中隊長が横にいたんですけど、中隊長は、反対版の中隊長だったんですよ、はいはいはい、知ってるけど一緒に仕事したことないみたいな感じだったんですよ、ね、でそれで火災指令になって、で現場がめちゃめちゃ近かったんですよ。え、さっき活動したところの横やみたいになって、うん、そしたら最先着隊だったんですよ、うん、やべえってなって、でも結局近かったんですけど、こうちょっと道がうねうねしてるっていうのと、まあ、機械員の方もいつも救急車運転してるからちょっとこううまいことできなくて、結局2番ぐらいに着いたんですね、うん、でも要求がいたんですよ。マジで要求がいて、でってなって、まあ急いでたってのもあるんですけど、うん、要求がいて、でとりあえず現場に着いて、いつもの小隊長と、まあ、連携は僕ら取れてる方だったんで、要求よりから3連持って行ってみたいな、ホース伸ばしてみたいな話をして現場ついて、そこ3連下ろして、行ったんですよ。で、まあ、連結送水管も使ったりしてたんですけど、連結送水管につないでそのままホース延長して、現場が3階だったんですよね。で3階に行って家庭の部屋に行こうとした時に、隣の部屋から要求出てきたんですよ、救助隊が出してきた。ああ、なるほど、マジかと思って、いや良かったんですけど、なんかこれドラマで見るやつみたいな、うん、そう、要求を抱えて、もう救助隊が2人で抱えて出てきてて、ふわってなって、でも、まあ、まだ火は収まってないんですよね。だから、僕らもほぼほぼ最先着2番手ぐらいだったんで、出火室の入り口の前に来て、でドアが開かなかったんですよ、鍵閉まってて、あ、なるほど。でそこでまた別の救助隊がいたんで、まあ、エンジンカッターでガーッと切って、で開けて、で入るってなった時は僕とその小隊長で入ったんですよ。多分ね、それ初めてです、最初に入ったの、うんうん、もう一人部屋にめちゃくちゃ暑かったんですよ。でその建物自体が耐火造だったんですよ、はいはい、耐火造ってまあ熱がねこもるんですよ、めちゃくちゃ暑くて。で初めて耐火造の建物に一番最初に入ったんですよ。で時間的にも夜9時とかだったかな、だったんですけど、まあ外も暗いし、もう部屋の中も真っ暗っすよ、はいはい、燃えてるけど真っ暗で何も見えない、しかもメンタルつけてるし、うん、真っ暗で何も見えない暑くて放水してるんですけど、めちゃめちゃ暑かったんですよ。本当に耐えきれないぐらい暑くて、でもなんかここで出たらなんかダサいなって思っちゃったんですよ、うんうんうん、だから僕が先頭なんですよ、うん、で後ろに小隊長がいて、ずっと声かけながら、おい大丈夫かみたいな、うん、暑かったら言えよとか、暑いよなって頑張れよとかずっと言ってくれてるんですよ、うんうん、めっちゃ楽しい人だったんですけど、で、で消してて、楽しい人だったんですけど、で、やってて、でも暑すぎて出たんですよ、ね、あ、じゃあ違う、暑すぎてじゃなくて、呼吸器の残量がなくなったんですよ。ピーンと音鳴って、あ、ちょっと待って、出るぞと思って出て、で、もう一回ボーム変えに行ったんですけど、その時に僕の、防火帽見たら色が変わってるんですよ。もともとね、色が銀なんですよ、銀色、うん、だったのが、僕の防火帽が金色になってたんですよ、金、うん、だからもちろんその後ろの小隊長も金になってたんですけど、暑、うん、すぎて変色しちゃったんですよ、うんうん、どんだけ暑いねんと思って、で、僕らが出た後に、まあ、別の、タイの人が入ったんですけど、数秒で出てきたらしいです。それぐらい暑かったらしくて、だからめちゃくちゃ耐えたんだなと思って、確
危ね。あ、そう、今思ったらめっちゃ危ないですけど、それぐらい暑いところに入ってたんだなと後からすごい実感して、気持ちも入っちゃってるからね。気持ちも入っちゃってましたね、はい。まあ、そういう現場がありましたと。それから台風で、非常招集で行った台風での火災現場の、まさかの体験ですね。いや、すごかったです。で、その日、それとは別で、また別の火災が起きたんですね、館内で、うんうん、だから館内で2件火災が起きたんですよ、うん、大きめの火災が、うんうん、だから、非番に火災調査がやらないといけなくて、そうなっちゃうね。そう、非常招集で行って、寝てないんですよ。お風呂入ったのが朝の5時なんですよ。それぐらいもうずっと忙しくて、うわ。で、その状態でじゃあ非番火災調査行くぞってなって2件分ですよね。で、家帰ったのが夕方の5時とか、めっちゃ大変で、次の日仕事っていうね。そっか、そう、そうなんですっていうのがやっぱり非常招集なのかなと、うん、まあ、基本的にというか、まあ、東京もそうですし、僕がいた地方の方も基本的にはまあ大きめの消防本部だったんで、まあ、菊島さんの方がまあ多分規模的に小さいじゃないですか、うん、だから、月1回ぐらいあったと思うんですけど、まあ、そういう大規模の時じゃないとなかったんですよ、非常招集が、うんうんうん、大きい火災でとかも全然なかったんで、そういうので参照はなかったんで、地震とか台風とかそういう本当に大規模な時しかなかったんで、もうそれ1回きりでしたね、本当に。っていうぐらいやっぱりさ、あの非常招集ってなるとすごくハードな印象がありましたね。はい、ということで今回は非常招集の話をさせてもらいました。東京消防庁行く人はね、そんなには非常招集ないかなと思うんですけども、消防本部の規模が小さくなればなるほど、火災で非常招集で一緒に来てくれっていうのが増えてくるかなと思うので、そこら辺も皆さん知っておいてもらえたらいいかなと思います。また、FFA のアカデミークラスっていう消防士に本気でなりたい人に向けたクラスもありますので、よかったら概要欄の方もチェックしてもらえたらいいのかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。バイバイ。バイバイ。